になるように頑張りたいです。勢いを落とすというより勢いを上げなきゃね、いけないですね。キャッチャリン。3年目の目標はインフルエンザにならないこと3年目の目標決めた。6人でライブをさせない。みんなでやる。インフルエンザ期間もみんな元気に頑張ること。そうしよう。目標ができた。イエーイ。健康第一。やっぱ健康って重要ですからね。去年はちょっと、2ヶ月間ぐらい喉壊し期間があったり、まあ、インフル期間があったのであんまりそういうことがないように、やけどをしないように、うん、そういう感じですね。らしいね。それマネージャーさんから LINE 来てた。インフルエンザが流行り始めてて、そう、なんか6枚目制作とその何2周年があるからみんな気をつけてねみたいな。もうほんとインフルには私たち敏感よ、ほんと。そう、私の目標は強くなるなので、今年の。そう、体力的にも精神的にも強くなる。そうなんです。でも私2周年で泣かないってめっちゃメンバーに言ってんの。なんか2周なんかね、最近すごいメンバーでの話し合いの前とかなんかいろんな時にメンバーに「あん今日泣かないから、うん、あん今日泣かない」っていつも言ってんの私最近。ね、どうせ泣くでしょってめっちゃメンバーに言われるの。ね、その話し合いとかするやん。で、基本3番以内に泣き出すじゃん私。で、あんな2周年泣かないからってまたメンバーに言ってんのね今。あんね、2周年は泣いたとしてもそんな泣かないからみたいなっていうのをすごく言うんですよ私最近。そうそう、うん、まあ基本結構私、まあちょっとなんかメンバーがあと泣いてたら勝手になんかつられて泣いちゃうんですよ。なんか感情移入しちゃう、感情移入っていうかなんかなっちゃうんですよ。そう、客席がプールになってるのにって受ける。だからでも泣かないってすごく、もうあん強くなるけんっていつもメンバーにこうやって言ってんの。あんもう強いけん、もうあんな関係って言ったり、そしたらみんな「ね、元気」って絶対嘘やからみたいな。あんないつも最近それ言ってるやんってめっちゃ言われんの。あんなそれいつも言ってるよって、絶対嘘やんみたいな。もう信じないよそのあんなの泣かない宣言ってすごいメンバーに言われてる。もうあんな関係って、ね、言ってます。みんなはいいよ泣いても、それは本当のあなたの感情で、泣きたい時に泣いてください。それ小学生男子がよく言ってるやつって。おいおい、そう、でも涙って本当コントロールできないんだよね。なんか泣かない泣かないって思うと逆に苦しくなって、なんか抑えよう抑えようって思ったら逆に涙出てきそうになるの。何なんだろうね。なんか演技で泣いてくださいって言われた時ってあんまり泣けないんですよ。なんか泣ける時と泣けない時があって、まあ別にそんな泣く機会ないんですけど、レッスンとかでね、泣ける時がと泣けない時があって、なんでそういう時泣けないのにめっちゃ別に泣くなよっていう時に泣いちゃうんだろうってすごく思います。はあ、本当にコントロールできないよ私。本当にできないんですよコントロール、本当に。そう、なんでなんだろう、なんで人間って泣くんだろうね。分かんない。女優さん本当にすごいですよね。
難しいですね。玉ねぎを切ったんだけど。そっか、感情があるからか。感情があることはいいことですもんね。いいことってことにしておきましょう。赤ちゃん抜くやん。あんちゃん赤ちゃんやから。おい腹話術でもなく意味わからん。哲学の話になっちゃった。なんかね、大人になるにつれて涙腺が緩くなっちゃう。これよく言いますよね。でも涙腺が緩くなるってなんでなんですかね。哲学なのかな。これ教えてください。あんま泣くのが仕事って言われたいな。言われたくないわ。疲れてると弱くなるの、それ本当って。最近涙もろい、もろ弱いオタクで。涙腺わかる。なんかテレビとかでも感動したらなんかすぐ泣いちゃう。そう、すぐねもらい泣きしちゃうの。感動してもなんかダメだーって感じ。最近いつ泣いたかな。こんなんなんか昨日とか言ったら、え、どうしたどうしたとか思われそう。昨日何があったっけ。もうね、昨日のこと覚えてないんですよね私。昨日何したっけって感じ。本当に覚えてない。え、何したん昨日。昨日何したんだろう。昨日のスケジュール見よう。あ、思い出した、めっちゃ寝た日だ昨日。そうじゃん。ちょっと記憶がね、本当にね、マジでやばい。記憶がどっかいた、記憶のどこかで。そうだ、めっちゃ寝すぎたけん、もう記憶飛んじゃった。聞いてください、昨日寝すぎたおかげで今日あんま寝れなかった。でも全然今日別になんかリハ中眠かったとか全然ないし、今も眠くないんですけど、まあ今日はぐっすり寝れるでしょう。明日もまあまあ朝早く起きなきゃだから、まあ、アンナの早いは、まあ、アンナ8時起きとかでもちょっと早いって思っちゃうんですよ。まあ8時で早いとかふざけんなって殴られそうですけど、なんか8時より前だともう基本早いんですよ。そうってことは、まあほぼ毎日早いっちゃ早いんですけど、もうなんか逆に朝4時とか5時とかに起きなきゃいけない時ってもう論外なんですよ。もうなんか8時とか比べ物にならないからもう除外されるんですよ、その朝早いっていう段階から。もう早すぎてもう夜中やんかいって思っちゃうんで、まあもう早いから4時5時はもう早い以前の問題だから、ちょっと一旦除外。でも私にとっても7時に起きるのも8時に起きるのも早いんです。そう、いやそうだから5時に毎朝起きるって本当にすごいなって。しかも今11時過ぎててさ、まあでもアンラは帰ってくるのが結構10時とか10時前とかだったりするのとかも多いから、やっぱでそっからショールームして、そっからまたお風呂入って寝るってなったら12時どうしてもやっぱ過ぎちゃって1時2時ってなっちゃうから、8時ってなるともう早いって体が。